10月25日と26日に行われたのは恒例の阿佐ヶ谷ジャズストリート。街がジャズ一色に染まる2日間です。口開けは阿佐ヶ谷駅前の広場から。今年も日比茶漬けが息の合ったノリのいい演奏を聞かせてくれました。阿佐ヶ谷ジャズストリートが始まったのは1995年。この年は阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件が起きた年で、ジャズで街を元気にしようとの願いが込められました。もう今では30年迎えるとやっと根付いたという感じで、嬉しく思っております。1995年なんですけど、暗いムードを払拭しようということでスタートしたジャズストリートなんですけど、まあ今はもう、 こう皆さん理解してもらって、ジャズに染まる2日間ということで、楽しんでいただけているというふうに思っております。無料で楽しめる駅前のストリート会場では、続いてアメリカ空軍太平洋音楽隊ファイナルアプローチが演奏。横田基地を拠点にしたビッグバンドの中からジャズやロック、オールディーズを専門に演奏する少数精鋭のバンドです。街中では至る所でジャズの音色が。区役所前では区の職員で構成されたジャズバンドリズムテイストが演奏。たくさんの聴衆がジャズのリズムに体を揺らしながら楽しみました。さらに子どもたちもアートでこのイベントに参加。ジャズを聴いた印象やジャズの世界観を絵で表現。商店街のアーケードに展示しました。チケットを購入して楽しむパブリック会場の一つが阿佐ヶ谷新名宮。能楽殿ではジャズ界の大御所山下洋介さんのカルテットが登場。30周年ですってね、阿佐ヶ谷ジャズストリート、おめでとうございます。私もずいぶん早い時期から出させてもらって、今年も出させてもらって嬉しいです。お得意の肘を使った奏法も見せ、フリージャズの真骨頂を披露。見事な演奏で聴衆を魅了しました。